大丸札幌店3階にあるブルーノの直営店にやってきました。店頭にずらりと並んでいるのが今大人気のホットプレートです。カラーやデザインがいろいろあって可愛くて癒されますね。売れ行きが伸びているホットプレートの中でも人気のブランドブルーノ、2014年に発売されたホットプレートはこれまで累計221万台売れる大ヒットとなりました。消費者から強い支持を受ける理由は何なのでしょうか。担当者を直撃しました。ブルーノといえばホットプレートが大人気ですけれども、はい、特にどんなところが支持されている理由なんでしょうか。やっぱりデザイン性が一番支持されているかなと思っております。食卓に置いておくだけでこう一気に華やかになるっていうところが、まあ、あとはお写真で撮った時にも簡単に作ったお料理なんかを映えてくれるっていうところも人気の理由かなと思っております。収納する時も出しっぱなしでも可愛いっていうところを意識しておりまして、まあ、1台でいろんなメニューが楽しめるホットプレートになりますので、普段使いからこうおうちパーティーなんかでも楽しめるようなアイテムになっております。独特の可愛らしいデザインは SNS 映えすると話題に。人気のレシピも数多く公開されています。しかしそれだけではありません。美味しい朝食が簡単に作れる家電業界注目のホットサンドメーカーもご紹介します。おしゃれで SNS 映えするホットプレートが人気のブルーノ。ホットプレート以外にも家電充実してますね。こちらのトースターだったり、さらに炊飯器まで。デザインが洗練されていて可愛い家電がたくさんブルーノには揃っています。独特の優しい色合いが人気を集めていますが、ホットプレート以外にも注目の家電が目白押しです。まずはおすすめの商品がマルチスティックブレンダーに、混ぜる、潰す、刻む、砕く、泡立てるの1台で5役できるアイテムになるんですけれども、普段のまあお料理の下ごしらえですとか、あとは離乳食作りなんかにも活躍してくれるアイテムになります。フローズンドリンクとか飲まれる方もいると思うんですけど、あの氷もしっかり砕けるようなパワフルさがあるので、1台持っているととっても便利かなと思っています。さらに注目の品が LED スティックライト。普段は読書灯や吊るして部分的な照明として使えるんですが、災害時には変身、懐中電灯としても使うことができるんです。普段使いと万が一の時の備え、両方の優れものです。そして去年最も注目された商品がこちら、ホットサンドメーカーです。専門誌家電批評で2020年のホットサンドメーカー部門で栄えある1位に選ばれました。その特徴は何なのでしょうか。通常だとこう耳を切って使用するものが多いんですけれど、そのままこれは置けるようになっております。なので具材もたっぷり挟めて、焼き目もこう可愛い焼き目がつくように、まあ、冷凍のシューマイとかお野菜とか、まあ、そういったスーパーに売っているものなんかもプレスしてあげるだけですごくジューシーになるので、ご自分でいろんなアレンジをしてみるのもおすすめかなと思います。ではこちらのホットサンドメーカーを使ってベーコンエッグを作ってみたいと思います。まずベーコンを並べていきます。卵をポンと、はい、でこれをパタンと閉じて、これでいいのか、はい、で5分くらい、はい、これでもう完了。あとは焼き上がるのを待つだけです。簡単、いい感じですね。ちゃんと焼き色もついてますよ。うん、
の焼き目がついたところはカリッとしてるんですけど、ベーコンもエッグもこう水分が飛びすぎてなくてみずみずしい感じ。いやこれ忙しい朝の時間帯とかにパッとできるので重宝しそうですね。見た目だけではありません。使ってみると便利で生活が楽しくなるのが人気の理由でした。